チャンネル桜拝見しました。勇気ある発言に感謝です。まあ、あまり勇気振り絞ってないんですけど、どこの部分ですかね。政治家は次の選挙を考え、思ったことを言えない人が多数ですが、長尾さんの政治性はいつか必ず評価されます。ありがとうございます。長尾さん応援してます。いや、本当ありがとうございます。次の選挙を考えっていうのはね、それはね、私も考えてはい,いますよ。 考えてはいるんですけど、うーん、まあちょっとこうかっこいいこと言うと、私自身は、もうこのサラリーマンしかしてなくて、えー、衆議院選挙を6回も戦わせてもらって、3回国会に送ってもらって、で、僕は今ね、衆議院議員っていう立場で仕事させてもらってるっていうのはね、もう奇跡的なことだと思ってるんですよ。 で、まあ、政治をね、志して、えー、候補者になれて、えー、もう残念ながら、あの、消えていった仲間もいますし、候補者にもなれなくて、それも会社辞めてね、あれ、役人辞めてね、候補者にもなれずに、もう、政界から、あの、ちょっと距離を置いている、う仲間もう、 いるんですよで議員で同期で当選してもおほとんど今あの私が初当選の時の同期ってほとんど残ってませんのでね、まあ、私も一度またその後2年落選してまた帰り咲けてたっていうここにいること自体はねもう奇跡だと思っているのででですから。 政務官を経験させてもらったまあ仮に副大臣なりを例えば経験したとするとまたその立場がどれだけ、えー、世にいい影響を与える悪い影響を与えるもう一挙一動のね重さというのを感じるんだと思うんです。でそのの職責の重さをね 感じるのと同時に、まあ、いつかこの場所を去るわけですよ。近々なのかずっと先なのかはわかりませんけれども、ずっと先でありたいと思っておりますけれども。でもね、やっぱり今この瞬間やれることっていうのは全力でやりたいなと。そこは例えば敵を作ることになることがある。つながるかもしれない。 えー、あるいは例えばね、尖閣のことを今一生懸命やってますけど、まあ、地元にもね、まあ、尖閣諸島ばっかりに行って,って、あの地元のこともちゃんとやらせていただいてますけども、その暇があったらもっとあの地元のことをやれっていうお声も、あの純粋にね、私のことをあの大切に期待をしてくれている、そういう、あの 尖閣のことよりもっと地元のことやれっていうお声もまああるんですよ。でもまあ、今せっかくね、尖閣のことやチベットのこと、ウイグルのこと、台湾のこと、もう対中問題、うん、もうフルスペックでね、うん、なんか自分が選んだわけではないんですけど、目の前のことを必死に、えー、下手くそながらも歯を食いしばってほふ前進してきたら、まあこんな状態に、えー、あるならば、 ま、選挙のことをね、気にするというよりは、奇跡的に今ここにいるなら、もう徹底的にやってみようっていうのが、あの、ちょっとかっこいいことを言いますが、純粋にそれをやっております。ですから、あまり勇気を持って、やってもいないし、ま、信念といえば信念なんでしょうけど、うん、まあ、 今この瞬間だからやんなきゃいけないっていう使命感だけはね貫きたいなと思っております。え。あキャバンビートさん、マッチ、ありがとう。百田さんがパフォーマンスはやめてねと言ってましたが、あ、角田さんはしっかりフォローしてましたよってことで、あ、あの、角田先生がね、うん。 まあパフォーマンスでやれたらいいですけどね。一回ご一緒してみましょうか。片道8時間。もう酔う人だったらもうどうにもなりませんのでね。まあパフォーマンスで行くようなとこじゃないですよ。はっきり言って。パフォーマンスならもっと別のことするわなと。<laughs> まあ、この話はちょっともう、あの、 ノーコメントにさせていただきたいと思います。